こんにちは、6月26日です。これまでいろいろな情報を紹介してきて、アメリカではいろいろなことが州ごとにバラバラだっていうことを強く感じているので、今日はアメリカの各州のモットーとニックネームを紹介したいと思います。アルファベット順にどんどん紹介していきますので、もしかしたら作業用 BGM とか寝落ち用 BGM のような感じの単調な内容になるかと思いますが、結構ね興味深いので一つ一つ紹介させてください。でこれまで私は自分の住んでいる州については知っていましたが、モットーとかニックネームを一つ一つ見てみたことはなかったです。じゃあアルファベット順にアラバマからどんどんいきます。州の名前と次にモットーで最後にニックネームっていう順番になります。アラバマ、私たちはあえて自分たちの権利を守る。ディクシー、南部の中心。ディクシーランドは南部の州の総称ですね。アラスカ、北から未来へ、偉大なる土地。アリゾナ、神が豊かにしてくれる。グランドキャニオンの州。アーカンソー、人々が統治。自然の州。カリフォルニア、わかった、見つけた。金色の州。後ろで琥珀が寝ぼけてなんか言ってる。コロラド、神の摂理なしでは何も存在できない。海抜1マイルの州。100周年を迎えた州。コネチカット、植民してきたものが今でも支えている。憲法の州。デラウェア、自由と独立最初の州。フロリダ、神に誓う。太陽の光、サンシャインの州。ジョージア、知恵、公正、節度。桃の州。ハワイ、この土地の命は正義の中で永続する。アロハの州。アイダホ、永遠であれ。宝石の州。イリノイ、州の主権、州民の団結。平野の州。アイオワ、我々が重んじる我々の自由と我々が守る我々の権利。鷹の目の州。インディアナ、アメリカの交差点。世間知らずの田舎な州。カンザス、困難を乗り越えて星に向かう。ひまわりの州。ケンタッキー、団結して立ち分裂して倒れる。ブルーグラスの州。これは牧草っていうもともとの意味だけかもしれないし、そこから派生したブルーグラスという馬とか音楽も含まれているかもしれないです。ルイジアナ、団結、公正、信頼。ペリカンの州。メイン、私が導く。松の木の州。メリーランド、強い行いと優しい言葉。古い保守的な州。マサチューセッツ、刀、剣で平和を求めるが、平和は自由のもとにのみある。イリエの州。ミシガン、もしも心地よい半島を探しているのであれば自分の周りを見渡してみよう。オルバリン、アナグマの州。ミネソタ、北の空の星。一万の湖がある土地。ミシシッピー、勇気と武器を手にしろ。南部で一番暖かい歓迎。ミズーリ、人々の福祉、安否が全ての方に勝る。私に見せてという州。モンタナ、金と銀。大きな空のある土地。ネブラスカ、法の下での平等。トウモロコシの皮を剥く人々の州。ネバダ、すべては私たちの国家のため。銀の州。ニューハンプシャー、自由に生きろ。できないなら死ね。花崗岩の州。ニュージャージー、自由と繁栄。庭ガーデンの州。ニューメキシコ、成長し続ける。魅惑の州。ニューヨーク、より高いところへ向上し続ける。エンパイア、帝国の州。ノースカロライナ、見かけだけじゃなくて本物になれ。タールが靴底につく州。ノースダコタ、自由と団結。今そして永遠に一つで分かつことはできない。平和な庭ガーデンの州。オハイオ、神と共にあれば何でも可能。土地の木の州。オクラホマ、労働が全てを征服する早い州。オレゴン、彼女は自分の羽で羽ばたく。ビーバーの州。ペンシルバニア、美徳、自由、そして独立。キーストーン、最初の箸を束ねたっていう州。ロードアイランド、希望、海の州。サウスカロライナ、心と物を備えよ。パルメット、ヤシの木の州。サウスダコタ、神のもとで人民が統治する。
マウントラッシュモア、これ歴代の大統領の何人かの顔が彫ってあるところですね、の州。テネシー、農業と商業、ボランティアの州。テキサス、友情、ロンスター。テキサスの州の旗は星が一つです、の州。ユタ、産業、蜂の巣の州。バーモント、自由と団結、緑の山の州。バージニア、暴君、独裁者に対しては常にこんな感じ、古い支配。ワシントン、まあ、なんかね、まあまあでんなとかぼちぼちでんなみたいな感じですね。で、常に緑色の州。ウェストバージニア、山に暮らす者は常に自由、山の州。ウィスコンシン、マエー、タヌキの州。ワイオミング、平等の権利、カウボーイの州でした。ほとんどの州でモットーはラテン語または、ミネソタがフランス語だったので、私の英語からの訳は微妙なものもあるかもしれませんが、それぞれの州で個性が全く異なるというのは伝わったかなと思います。で、このモットーとニックネームだけで絞って、今持っている投資物件のうちどこかで引退するとしたらテネシーかなと思いました。おまけです、今朝は下の子を画伯がブリーチしたいっていうので、髪の内側を市販の商品でブリーチしてみたんですが、まあ、結果から先に言うと色は全然変わってないです。で、根元は本当の最後の最後にあって、もう頭皮が痛いっていうので10分だけやったんですが、下の方を薬剤をつけてアルミで包んで20分以上放置した部分も若干薄くなったかなという程度で、なんかもう意味なしって感じでした。でね、失敗するとオレンジ色になるっていう情報をネットで得ていたうちの子は、失敗したら黒く染めようみたいな感じで最初ワクワクしていましたが、終わってみて何にも変わらなかったのでぐったりして、今まだ朝午前なんですけど寝てます。で、ちなみにですね、この背景のこれは下の子が作ったまたキーホルダーですね。というわけで、 Stay safe, stay healthy.